SH905i のタッチクルーザータッチクルーザーは、シャープ製の携帯電話端末である SH904i や SH905i などに搭載されているポインティングデバイスである。一種のタッチパッドで、携帯電話のボタン上部を指でなぞることにより主要な操作を行うことができる。同じようなものとしては、NEC のニューロポインターや三洋電機。 コンシューマーエレクトロニクスのスムースタッチがあるが、それと比べるとこのタッチクルーザーは、ボタン類とは独立しており、わかりやすい配置である。しかし、まだ歴史が浅く、対応している機能が少ない。NTT ドコモの2008年夏、モデルとして発売された SH906i からは、光センサーを利用した、光タッチ、クルーザーとなった。ただし、 こちらは決定キーの中に内蔵された構造となっている。さらに、同社の同年秋冬モデルの SH-01A、SH-03A では、ポインティングデバイスとしての機能に加え、指紋センサーの機能も兼ね備えている。二千十五年二月に、プラットフォームとして、Android 四点四二を搭載した、アクオス系 SHF31 が発売され、同機種には、 従来のタッチクルーザーの機能を強化したタッチクルーザー EX が搭載されている。従来のタッチクルーザーはボタン類と独立していたが SHF31 に搭載されているタッチクルーザー EX はボタン部分に搭載されており、ボタン部分をなぞることで操作が可能になっている。静電容量方式での検知を行っており、制御には 南アフリカアズティック社の静電センサー IC が使用されている。これ以降の機種は光タッチクルーザーを搭載。ありがとうございます。